こんにちは、カッパパです。今年もね、8月の19、20で恒例のおせぬまキャンプをやってきました。今回でなんと7年連続。毎回ね、大勢の視聴者さんが遊びに来てくれて、最高に楽しいキャンプです。なんといってもね、目玉はカブママの作るキャンプ飯。というわけでね、2017年からのキャンプ飯をご紹介します。はい、記念すべき第1回、2017年の8月はですね、わさびのせステーキです。味付けはね、シンプルに塩コショウのみ、わさびを乗せていただく。これがめちゃくちゃビールに合いました。続いて2018年もステーキ。ニンニクを焦がしてね、風味をつけて。これがまた絶品でした。続いて3年目はなんとね、握り寿司。多分ね、尾瀬の天白で寿司は史上初でしょう。メディアにもね、これ取り上げられてもらった神回でした。はい、続いて4年目。この年は紅葉の山上の滝を撮影したくて、場所をですね、見晴らしのキャンプ場に移して一泊しました。札幌ビール園で教えてもらった蒸し焼きジンギスカンが最高でした。続いて第5回、場所は再び尾瀬沼。さすがね、5年連続やってるとね、多くの視聴者さんが遊びに来てくれて、お友達の尾瀬ガイド協会の佐藤凛子ガイドからもね、多くの差し入れをもらいました。で、ピザを当てんね、飲みまくりのキャンプ。ついに6年目、去年都合によりカブママが残念ながら不参加。この回はね、重い鉄のフライパン担いで約 400g のステーキを焼いてみました。こうしてね、尾瀬の山奥でね、快適に遊べるのも、尾瀬沼引くっての星支配人はじめね、スタッフさんのご配慮があってのこと。ありがとうございます。余談ですが、星支配人は、日の山歌舞伎の演者さんです。はい、というわけでございまして、6年前の2017年から始めた夏の尾瀬沼キャンプ、キャンプ飯のご紹介でした。で、今年なんですけど、初めての和食に挑戦したんですよ。これがまたね、最高に美味しかった。というわけでございまして、尾瀬沼キャンプ2023夏、本編の方、ご覧ください。